ドッセンハイムはドイツビュルテンベルク州ラインネッカー郡に属すマチソン。ドッセンハイムはハイデルベルクからベルクシュトラーセを北に 5km オーデンバルトの麓、ラインネッカー大都市圏内に位置する。この町はハイデルベルク、ラーデンブルク、シリースハイムの3都市と境を接する。長域の西をネッカー川が流れる。高差8 7メートルのネッカー川の水門に、 囲まれた、シュバーベンハイムがドッセンハイムに含まれる。オーデンバルトからは、ミュールバッハ川、ブレンケンバッハ川、マンテルバッハ川が流れている。自治体としてのドッセンハイムには、ドッセンハイム、小集落シュバーベンハイム、エッグ駅舎、タワーレストラン、バイセン、シュタイン、ホイザー・ベーレンシュタインが含まれる。町域には、 廃村が残る、これは801年に記録が残るベルンハルテス風前、および1298年に記録されたビルレと同一の集落と思われる。シャウエンブルク城市この入植地の名前が初めて登場するのは766年のドル主文書である。1130年にはボルフゼルデン・シャウエンブルク家が記録されている。この貴族家はシャウエンブルク城からこの村を統治した。 1280年にこの家が断絶した後、医療は売却され、1303年にこの領土は、ハイデルベルクのプファルツ選定校のものとなった。一方、1319年には、マインツ選定校が、すべての権利を獲得した。しかし、シャウエンブルク城の大関係だけは、騎士の半年蘇杯向けに、七位入れされた。長年にわたる、 マインツ選定校とプファルツ選定校との対立の時代を経て1460年にフリードリッシュ小利校がこの地域を獲得しシャウエンブルク城は撤廃された。ドッセンハイムはランツフーと継承戦争の際1504年にヘッセン法白軍によって蹂躙された。30年戦争では特に1622年にティリー白軍により略奪され破壊された。 旧帝都市ハイデルベルクが占領された後、ドッセンハイムは短期間であるが、マインツ選定綱領となったが、1650年のベルクシトラー世界団によりプファルツ選定綱領に戻された。ネーデルラント継承戦争とプファルツ継承戦争では、1674年、1689年、1693年に、フランス軍によって何棟もの建物に火がかけられた。 マインツ選定校は1714年に最終的にドッセンハイムを放棄したことを宣言した。1803年にプファルツ選定校は廃止され、ドッセンハイムはバーデン領となった。シュバーベンハイムは763年に初めて文献上に記録されている。この村はおそらく中世世紀に住民数を減らした。 19世紀初めに住居数は再び増加し、街道町に発展した。1925年にシュバーベンハイムは合併した。ドッセンハイム、町役場ドッセンハイムの議会は22人の議員からなる。ドッセンハイムの主張は、ダーフィト・ファウルハーバー、セディである。ズ柄、ガラ、銀字に、4枚の緑の葉がついた緑の鶴になった三房の青いぶどう。 この紋章は1495年の印象に由来するが、この時からすでに鶴が描かれている。この紋章は1901年に、ゲネラル・ランデス・アルヒーフに公式に承認された。旗は緑から白である。いつからこれが用いられているかは不明である。バイサー・シュタインのテレビ等ドッセンハイムは、オーデンバルトの麓のライン盆地ンに位置する、その地形上の特性から、 人気の近郊保養地となっている。ライン盆地ンの園芸、濃厚に利用されている工作地にも、オーデンバルトの森に覆われた険しい勾配にも、それぞれ変化に富んだ動植物が生息している。特に、バイサーシュタイン周辺の海抜110メートルから558メートルに、かけての上り斜面の森林地帯には、素晴らしい遊歩道網が設けられている。これらの遊歩道は、 北に位置するシャウエンブルク城市まで伸びている。シュパヤー聖堂の東しにプフェルツァーバルトのハムバヒハー、城まで、あるいはマンハイムやルートビヒスハーフェンアムラインの町越しに南のカールスルーへまで長望が開けている。特徴的なのは赤から黄色に輝くかつての半岸採石場跡で森に覆われた地域に傷のように刻み込まれている。シャウエンブルク城市の南東に 11世紀から12世紀のクローネンブルク城市がある。この城がシャウエンブルク城の前身であるとする推測は未だに証明されてはいない。バイサーシュタインはドッセンハイムの故郷の山である。ここはツーリングやハイキングの集合地点として役立っている。バイサーシュタインの最も目立つ目標物は左岸で建てられた展望塔と UFO を思わせる形をしたテレビ塔で、 ある。ドッセンハイムが一年で最も美しいのは、果樹が花をつける春である。この時期、オーデンバルトの麓は、たくさんの果樹の花で白やピンクに華やかに彩られる。郷土博物館は、1978年に開館し、2002年に新たなコンセプトを得た。この博物館は、1890年に建設され、1955年に閉鎖されるまで用いられていた。 旧視聴者を利用している。博物館には、古代の出土品、石切り場であったドッセンハイムの生活、シャウエンブルクとクローネンブルクの関係などが展示され、博物館教育の実習も行われている。ドッセンハイム体育館ドッセンハイムには、多くのスポーツクラブ、4つの体育館、合わせて8つの競技場、年中使える25メートルプールを持つ、屋内プール施設などがある。 さらには、多くのテニスコートや、小さなバイク場もある。また、スノーボードのハーフパイプなどの施設も整備された。9月の、第3週末に、伝統的なドッセンハイムの協会祭が開催される。ドッセンハイムの協会祭は、ホルツェプフェルタンツとバンウィジリクトで知られている。毎年5月には、ドッセンハイムの冬送りのパレードが行われる。また、12月には、 クローネンブルク城の中庭でクリスマスマーケットが開催される。ドッセンハイムは本質的にはベッドタウンである。ハイデルベルクに近いことが特にその街で働く人々にとって魅力である。2006年現在、ドッセンハイムの労働人口の89%が通勤者で占められている。工業や産業はごくわずかしかない。ドッセンハイムの石膏の像、ドッセンハイムは 石切り場の町として知られている。町には二つの大きな採石場があった。採掘された半岩は、作動によって、切り出し場から積み替え駅まで運ばれた。石は主に水利工事や、道路の基礎工事に用いられた。二つの採石場はどちらも閉鎖された。しかし、ライン盆地のあちこちに、この採石場から切り出された石が、現在も残っている。ドッセンハイムには、 ノイベルク州お及びクアプファルツ州レがある。町役場には住民が自由に使える図書館がある。また町には市民大学も開設されている。ドッセンハイムは連邦アウトバーン A5 号線及び連邦道 B3 号線沿いに位置する。ラインネッカー交通がオーバーライン鉄道を運営しており10分間でドッセンハイムと隣接する中心都市のマンハイム。 ハイデルベルク、バインハイムを結んでいる。ドッセンハイムには三つの駅がある。ありがとうございます。